最後のマスター藤丸律佳よ、お前の戦いは実に愉快だった。カルデアもろとも燃え尽きた人類の後を追うといい。聞け、この領域に集いし一騎当選万物騰のエレンたちよ。本来相入れぬ敵同士、本来交わらぬ時代のものであっても、今は互いに背中を預けよ。さあ顔を上げて藤丸マシュ、これはあなたと私たちによる未来を取り戻す物語だったでしょ。情報室海底、貴様らの全てを余すことなく焼却する。焼却せよ、焼却せよ。私はお前たち人類が作り上げた最高峰の召喚師、英霊である限り私を上回ることはできない。第三宝具展開、誕生の時来たれ。祖は全てを治める者、さあ悪化のように燃え尽きる。アルス・アルマデル・サロモニス。それは全ての傷、全ての怨恨を癒す我らが故郷。権限せよ、ロード・キャメロット。私は守られてばかりだったから、最後に一度くらいは先輩のお役に立ちたかった。ゲキア、お前に最後の魔術を教えよう。誕生の時来たり、祖は全てを治める者。戴冠の時来たり、祖は全てを始める者。決別の時来たり、祖は世界を手放す者。アルス・ノヴァ。藤丸君、君は本当に頼もしいマスターに育ったな。勝負だ、ゲーティア。ならば来い、カルデア。なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜそこまで人類を守ろうとする。エレンども、分かっているはずだ、人類にそれだけの価値はないか。人類をより長く、より確かに、より強く繁栄させるための断り、人類の後悔、これを魔術世界では真理と呼び、彼らカルデアはこれを尊命として守り続けた。俺は藤丸律佳、多くの人たちに助けられ、多くの人たちの代わりにここにいるカルデアのマスター。一人だ、一人の人間を殺すだけで何もかも解決する。